ヨモギ峠は、群馬県殿郡・港町と新潟県、南魚沼郡・湯沢町の間にある標高1529メートルの峠である。古くから上越国境を越える道として知られていた。公道である三国街道上の関所、板所経由しない庶民の道であるため公的には、記録などは残っていないが、郷土史によれば、瀬尾井商人と呼ばれる人々が、新潟側と、 群馬側の物々交換のために通ったという。双方の住民にとって、必需品を運んでいる背負い商人は清水、指その両口止め番所でも、寛大に扱われていたが、明治元年に新政府が清水越え、谷屋と越と合わせて、通行、行商人を厳しく取り締まるようになった。また、協作、基金があった時に百姓が出稼ぎのために密かに抜けたとも言われる。 当時出国の取り締まりは厳しかったが、トネ軍、ウオ郡マ軍のいずれにも先祖がそれぞれ越後、上州から来たという言い伝えのある旧家が見られる。新潟側については近代になって、行き会が少なくなり荒れていたところを、国鉄さんの家の高波五作が昭和17年の春から夏にかけて、死費を投じて再整備した。国道291号の天線国道区間にある、 清水峠の金傍であり、清水峠同様に登山道程度の整備のみとなっている。よって、車両は通行できない。新潟県側からは、上越線土樽駅金傍の南越後観光バス、よもぎ橋バス停より魚のー川に沿って上流へ 1.5km ほど南下し、関越自動車道土樽パーキングエリア付近で、万太郎国とよもぎ沢の合流点である。 万太郎橋へ到達する。よもぎ沢沿いの林道へ入り 1km ほど行くと、黒金沢出会い付近で、車道は終点となり、それより先は登山道となる。林道終点の砂防ダム近辺に5台分ほどの駐車スペースがある。登山道入り口から峠までは約 3km。まず川沿いの道を行き、東又沢出会いから上りに転ずる。 尾根筋をつづら折れに登り詰めそこから、茶入れ沢までトラバース気味に進む。茶入れ沢を越えて、ジグザグにしばらく進んでいくと水場があり、稜線に出たところが三国山脈を重走する、登山道で、山小屋のよもぎひゅってが存在する。登山道と重走路との合流地点から稜線上を、南に、約100メートルほど進むと、よもぎ峠に達する。峠から、群馬県側へ、 白樺尾根を 1km ほど下っていくと、白樺避難小屋があり、そこから国道291号の天然国道区間と尾根を下って、湯木曽川沿いに進む振動に分岐している。いずれの道もさらに進むと、上越線土合駅に至る。谷川連峰の登山道の中では、比較的平易な部類で、重層歩きの入門コース、また距離と時間の短さから、 緊急時のエスケープルートという側面もある。峠にある小屋、よもぎヒュッテは昭和27年に登山客のリベント遭難防止を目的に地元自治体によって建てられた。もともとは避難小屋であるが、収容人員約20名の営業小屋として使われている。谷川連邦上越国境三国三脈縦重曹路上での友人小屋はここより北にはない。 付近は笹原に覆われ、夏は高山植物が多く観察できる。隣接する峰峰に春先まで雪が残るため、バックカントリースキーの対象となることもある。細谷菊地、遼山、非売品、1978年、高波五作、間の山に生きる、後段者、1958年、高波五作、谷川学姫の対象、実業の日本車、 1971年、ありがとうございます。